物のアベマ TV をり、ジナル、ワカ、一点物が放送された。一点物は、テレビ朝日系列地、上波で毎週水曜、深夜0時15分から放送中の、トークバラエティ&即興漫才、番組。今回メイン MC を務めたのは、お笑いコンビ、三四郎。番組では、若手、実力派として選ばれた、ニューヨーク、バカよあなたは、モグライダー、東、エホテイソン、霜降り明星の5組の中から4人を選んで、2組の漫才コンビを作る。コンビの壁を越えシャッフルで指名された2人に与えられるネタ作りの期間はわずか10分間。ゲストのために、一点もののオリジナル漫才を披露する。番組に1人目のゲストとして登場したのは、ネット番組で大復活と話題のや、プチマリだ。矢口まりにアイドルと付き合う方法を質問。オードリーの若林さんはニューヨーク、嶋佐なりはどうやったらアイドルと付き合えるのかと矢口に質問。矢口は基本的には仕事の現場は難しいです、マネージャーさんが周りを囲んでいますし、アイドルは恋愛禁止というのがあるので結構ガチガチにガードがきついです。あ、イドルのプライベートを狙ってください、と回答。だが秘策があるという。しかし、アイドルと付き合うには注意点があるといい。正直、現役アイドルはおすすめできないですね。その子も罰として辞めないといけなくなってしまい、悲しいことになってしまう。だから、卒業や解散したグループのメンバーが一番付き合い、得ると具体的なアドバイスを送った。矢口によると、アイドルと出会えるが、ところが最近変わってきているという。昔、だと西麻布とか六本木と言われていたんですけど、最近の若い子たちは、代官山とか渋谷に戻ってきている。あとは、三宿とか渋谷はワイワイしすぎていて、タレントさんがあんまり行きたくない街だったんですけど、お店が増えてきて、結構インで、家があるとアイドルの最新事情を明らかした。嶋佐すくが、お店の名前は?と、出会いの場所を聞くと、矢口は、私はもう、最近目黒のパブにしかいないので、と店名は明かさなかったが、目黒のど、他のパブに出没することが明らかに。アイドルと付き合うためには共演中の気遣いもポイントだと語る矢口。アイドル友達とプライベートで会うと誰が素敵な気遣いをしてくれたかが話題になるという。そこではオードリーの若林さんの名前がよく上がると話した。アイドルをあだ名で呼ぶこともポイントが高く、矢口は実はちょっと嬉しかったりするんですよと明かす。お笑い、イ、コンビ、バカよあなたは、の平井、は、なお光が、呼ぶ人によるのでは?と、不安を見せると、矢口は、意外と大丈夫、とコメント。矢口は、グループを、卒業した30歳前後の元アイドルが狙い、目で、例として、元 SDN48 メンバーの、セリナ、元アイドリング、の、朝比奈ひろし、の名前を挙げ、卒業したら、恋愛したい。と思っていることもあるので、やっぱり、ソロになってからですねとまとめた。今回、若、一点物が放送された、アベマ TV の、バラ、エティステーションプレゼンテ、DY テレ朝、略して、バラステ、では、毎週日曜の夜8時から4時間にわたって、テレビ朝日で過去に放送し、他伝説のバラエティ番組最新作からうつつ、在地上波で好評放送中の人気番組の完全版まで豪華コンテンツが毎週放送中だ。ABEMATV、若い点物より、Cテレビ朝日ABEMATV のバラステを今すぐ視聴。激レアさんを連れてきた。陸海空地、急征服するなんて、ラブアース、東京、ラフストーリーなど、バラステの件、作結果無料のインターネットテレビは、ABEMATV、アベマ TV 兼作では気になる番組を検索することができます。アベマ TV